ガンモドキはい、どうもねびりです。ガチャ金の極意。いつもね、みんなコメントしてくれてありがとう。欠かさず全部読んでるんですけれども、その中でですね、めちゃくちゃ多いのが、もうガチャ金できませんと。ダイヤこんだけしかないと。そういう愚か者、バカ者たちが非常に多いというふうにね、聞いております。今回そういうどうしようもない奴らのための動画です。まあ、僕自身ね、結構こう、自負があるというか、まあ、今課金者になってね、ちょいちょいガチャ引いてしまってますけど、もともと最初の1年間は無課金としてガチャ金の嵐でしまくってですね、超絶王、赤犬海王、夢エルフィ全部無課金で当ててる男なのです。何が一番大事かって言って本当にガチャ金なのよ。ガチャ金、まあ、そんなね、僕が実践したガチャ金の極意を今日3つ厳選してお伝えしようかなと思いますので、マジで耳かっぽちって聞けば。はい、まず一つ目ですね。これ自分が愚か者だと知る。これがもう何より前提として、これが一番大事なのよ。本当にね、これをね、分かってない人が多すぎる。いいか、よく聞けよ。まあ、僕も含めてね、バウンティーラッシュをやってる人間なんてみんな愚か者なの。でも、愚かであるがゆえに最高なのよ、お前たちは。だから結局みんな最高なんだけど、まあ、でも愚か者なんだよね。で、そういうね、その愚か者たちがガチャを容易に我慢できるはずがないのよ。そこ勘違いしないで。ガチャを引きたいよ。引きたくてたまんない。また今日、なんか歌来たし、キドも福岡来た。行きたい行きたいとかでバカみたいになるのは当たり前なの。それが当たり前、愚か者だから。このね、自分とまずね、対峙しないとダメ。この自分と向き合って逃げちゃダメ。逃げちゃダメよ。だからね、今ガチャ金の中で溜まってるストレス。はい、そのストレスも何かで解放したいとかってバカなこと思っちゃダメ。向き合って。そのストレスは当たり前なんだ。君の中のストレスは当たり前なんだ。それは溜まって当たり前。オッケー、わかった？そういう、まず自分が愚か者だと知る。これがまず大事なんですね。これがもう一番目に大事。そして、二つ目なんですけれども、これがね、まあ、激ヤバ超フェスが来た未来を想定するっていうこと。これもマジで大事ですね。今ね、このニカとかね、エースヤマトとか強いよ。エースヤマトとかめっちゃ強い。あとキドロ。はい、こんなに魅力的な超フェスたちが、過去一気にこんなに出ていることなんてあろうか。いや、ない。ね、引きたくてたまんないと思うんだけど、じゃあね、これをもう淘汰するような、環境ぶっ壊すような超フェスが、1月20日以降で出たらどうする？じゃあ君が今このエースヤマトを欲しいと思って、もう今僕が持ってる1800を全部これに使いました。やったー、一体引けたー、よかったーってなったとした後に、すんげーやばい黒ひげみたいなのがバーチコーンって24日に出て、はい、もうエースヤマト使いません。お疲れー。どう思う？これ気持ちどう思う君？すんごい悲しくない？そこでさ、いや待って、この黒ひげの方が欲しいんだけどってなって配布されたの、たかが10個20個30個のもうダイヤでちまちま黒ひげに勝負をかけていく。もちろん引けません、そんなの。結局黒ひげが出る1ヶ月間ちまちまやって、最終日も全然引けず終わっていった僕の超フェス。こんなね、儚く散ったバウンティラーが過去何人いただろうか。数えきれないほどいたでしょうね。そんな激ヤバ超フェスが来た未来をちゃんと想定して、そこに対して自分がちゃんと引くんだという強い意志を持つこと、それが大事。はい、これがまず二つ目ですね。で、これ三つ目。これね、どうしても引きたい時ってあるのよ。わかるよ。僕もね、めちゃくちゃ引きたいのよ、ガチャって。ガチャってめっちゃ引き、だってガチャって引くものじゃん、そもそも。引くためにあるものじゃん。何我慢する？ガチャ金意味わかんないんだけどって感じなの、本当はね。どうしても引きたい人いると思う。そんな時は、はい、たまに引く。はい、たまに引け。引いていいよ、もう。だって我慢できないんでしょ。引け。ただし、何を引くかはめちゃくちゃこだわってくれ。これは例えばですね、こんな超フェスのこの50個、危ない。これとかに使ったらもうダメよ、こんな。何をその500個のね、外れくじの中から1個当たりくじを引こうという作業、これでしようとしてんのよ。こんな当たるはずないじゃないの。あなたがやりたいのは引くことじゃないんです。ガチャ欲をただ満たすだけなんだから、もう5個でいい。はい、これいけ。これ、はい、これ。これでいい。これ1回で我慢しろ。はい、これで、はい、すごい。お宝。はい、この1回を大切にして。この1回を、待って、これ当たるじゃん。え、これ当たる？え、待って、これ当たるんだけど。ごめん、これネタじゃなくてガチで。ちょっと何が当たるか見よっか。なんか当たるぞ、これ。初めてですね、これ単発で当たるってのは。ん？
あ、ウルージ先輩か。うん、お疲れだったね。まあ、でもこういうね、たまに5個で当たるかどうか、星4すらも当たるかどうかっていうのを楽しんだら、ちょっとは満たされるじゃん、そのガチャ欲がね。これでいいのよ。これ1回で我慢して、ダイヤ高が5個でね、我慢できるんだったらそれでええやないか。ウルージさんありがとう。なんかこれちょっと神回になったね。はい、なので、まあ、たまに単発の5個か、もしくはね、ステップ1だけが18個とか20個とかで弾けるやつあるでしょ、たまにね。そういうのを1回だけ弾け。うん、それで満たせるなら、ね、それでええだもん。それでも満たせなかったおバカども。はい。いるか？うん。そんな人のために4つ目のプラン用意した。4つ目これや。はい。僕のガチャ動画見僕のガチャ動画見て、収益に貢献せ。そして僕がお金もらって、またそれでガチャ引いて、みんながそのガチャ動画見るって最高のスパイラルじゃん。っていう冗談はさておき、まあ、僕じゃなくても全然いいから、もう他人のガチャ動画見てさ、爆死してるのとか見てさ、面白がって自分が引いた気になってくれ。それでいいじゃないか。僕も散々今までね、ガチャ動画上げてきたから、ネビールガチャとかやったらもう出てくるわ、散々。あって、これ見てくれ。それでなんとかそのガチャ欲をこらえてくれないか。どうだ、私に免じてこらえてくれないか、愚かども。はい、ということで4つね、ガチャ金の極意をちょっと紹介しましたけども、これまあ僕がねこう実践してきたことで、まさに4つ目なんかは僕がまだ YouTube やってない時なんかに、もうめちゃくちゃガチャ引きたくて仕方ない時に、他人の YouTube とのねガチャ動画とか見てたんでね、某ひたなんとかさんとか、某 T なんとかさんとかね、某 Kなんとかさんとかの動画をめちゃくちゃ僕は見て、はぁ、ガチャ引いたみたいな気分になってたんで、みんなもね、僕と同じように僕の動画を見てガチャ引いた感じになってくれれば、それで俺はもう最高だ、配信者冥利に尽きる。だから分かった、今ガチャ引きたくてたまんない愚か者も、とりあえずこのガチャのね極意4つを実践してくれ、頼んだぜ。いやー、みんな大丈夫かな、ちょっと心配ですね。まあなんかね、こういうね、なんかそのガチャ系の動画を出したらね、結局また試したけど弾けなかったみたいなね、何十連したけど全然ダメだったみたいなの聞くからね、そのたんびにわしゃ胸が痛いんじゃっていうのも、まあちょっとね、僕自身その分かるからね、ガチャのなんか気持ちで。はい、この歌もね、歌もちょうど来てるから、もう歌今その持ってない人にとったらめちゃくちゃ欲しいと思うんだよね。しかもさ、何やらちょっと確率高いらしいじゃん。なんかステップ2とかステップ4ぐらいまで弾いたら結構上がるんだよね、あれね。確か 16% ぐらいまで上がるから、それは割と弾いた方がいいかもね。歌マジで弾きたいとはね。うん、まあ僕はねそこまでおすすめはしないんですけど、まあめちゃくちゃ弾きたくてたまんない、歌めちゃくちゃ欲しい、アド最強、私は最強みたいな感じの人はまあワンチャンありかなとは思いますけどもね。まあそれで後悔しないんだったらね、まあ僕的にはやっぱこう長く続けてもらうのが一番いいかなと思ってるので、もうそのためには好きなね、好きで強いキャラがいればね一番いいのよ。はい、だから僕はだからエンマゾロとかはもう最高なんだよね。ゾロが僕にとっては一番最強なのね。一番好きなキャラクターなんですけど、もうドゾロのから、ね、2年間出てないんです、そのゾロがね。もうあれは最悪な期間だったね、僕にとっては。もうね、いつ来んだとゾロ、うん、っていう感じだったんだけど、まあエンマゾロというね、最強のその色を変えられるアタッカーというね、もう最高のやつが来てくれて、まあ非常に今はもう充実ライフ、充実バウンティーライフって感じ。うん、まあ、しかもね、エースヤマトとかいうもう最強のなんか激発エモエモキャラクターとかも来てるし、うん、めちゃくちゃ楽しいな、今って。僕、そんな感じでございます。はい、皆さんどうですか？なんかやっぱ、シャンクスとか人気だよね。うん。やっぱそのフィルムレッドの時が一番なんかこう来てたんじゃないかなと思うので、まあ、最初に新規の人とかもね、シャンクスが好きで弾いたとかね、シャンクスをやるために弾いたみたいなよく聞いたんで、まあやっぱりこう、最高のなんか人気キャラクターとか、まあ、自分が好きなキャラクターを弾いて、それが最強に強い、ああ楽しいってなるのが一番いいですよね。そういうことよ。だから次さ、もしかしたらワンチャンこの黒ひげがね来るかもしれないって言われてますけれども、黒ひげ好きな人いるの？黒ひげ好きな人でどんくらいいるんでしょうね。まあ僕はそこまで好きではないキャラクターなんで、まあめちゃくちゃ好きかって言ったらそうではないんでね、どうなんでしょうという感じなんですけれども、まあその黒ひげをゲットして、やったー
黒ひげだって嬉しくなるもんなのかなっていうところちょっと疑問ですけれども、うん、みんなやっぱりガチャキン、はい、大変でしょうけど頑張っていこうね。まあ僕のチャンネルとともに、フォースとともにあれということでやっていきましょう。じゃあね、お疲れ。ガチャキンと同じぐらい大事なのおなき、ガチャキンと同じぐらい大事なのおなき、おなき、おなき。